はい、皆さんこんにちは、渡りくるピーチです。では今回は信長の予防対処パープキット徳川家康編続きをプレイしていきたいと思います。前回からですね、今川領に対して本格的な進行を開始しております。浜松城、犬井城と攻略をして、今回は残っている4つの城、掛川、小山、駿府、神原、この4つの城を落として今川を滅亡させて、一気に徳川の勢力を拡大していきたいというふうに思っています。では早速時間を進めていきましょう。今はちょうどですね、収穫の時期ということもあって、それなりに兵糧はあるという状態ですね。でさらに北条と武田が一戦交えているという状況もあってですね、現状今川に援軍を送る余力は北条にはないと判断をして、一気に掛川城、小山城あたりまで軍を、進撃させていきたいと思います。早速出陣していきます。サクッと4つの城落としたいところですよね。北条軍と武田軍が激突する富士吉田の戦いですね。これは見物ですが、信玄自ら奮闘、北条軍を撃破ということですね。まあ、この勢いは相当続きそうですね。武田が北条を飲み込むのも時間の問題と思います。まあ、さらに武田が今川にも侵攻ということで、ここはどうだろう、今川領をめぐって信玄と競争になりそうですね。こちらも急ぎ進行を開始していきましょう。神原城を狙っているのが信玄ですね。我々は小山城に向かっています。駿府を先に落とした方が勝ちですかね、この戦いはね。先に駿府になだれ込むためにも急ぎ小山城を落としたいところですが、先にどうだろう、信玩が神原城を攻略する方が早そうですかね。ご命令を。となると進行先を氏真のいる駿府に変更します。これによって先に駿府を落として信玄の小山城、掛川城攻略、まあ、つまりね、遠江への進出というのを阻みたいところですよね。進軍先を駿府に変えて今出陣中です。ここでまずは今川氏真3600、これを撃破していきたいと思います。で、神原城を信玄が撃破するのは時間の問題だと思いますので、先にね、この駿府を取るという作戦になります。では合戦です。では作戦と、施設に関してご紹介しましょう。まずは本陣切り込みを作戦として採用しています。で、罠は2つですね、奈落とあとは柵ですね。でこれはですね、奈落の方に敵部隊を誘導するために柵を使っています。で、奈落に敵が侵入したらですね、奇襲扱いで攻撃できますので、一気に敵を叩いていくという作戦になります。なので奈落の近くに部隊を移動させていきましょう。ではここで東国武装を使います。忠勝が今氏真に突進をかけているというシーンですね。一気にここは氏真本陣を狙っていきましょう。樹形には今交代中ですね。やりたい前へ、下地をやりたい前へ。では本陣突撃を発動して、ここで敵部隊撃破完了です。このまま駿府を落として駿府から西側を徳川領として確保したいところですよね。ではこのまま駿府に入っていきましょう。まあここは強行でいいでしょう。強行で一気に落とします。武田が神原城攻略完了という知らせが届いてますね。まあ、時をほぼ同じくして我々もここで取れると
ということになりそうです。お金、まああまり余裕がないので、ここは欲しい作法ありますけども、特に購入せずに先に進みたいな。先月の終日、駿府を攻略完了しています。勝ち時を上げ、まあ、全員逃がしておいていいでしょう。で、こぞって全部まとめて家臣として最終的に召し抱えていければいいかな。では続いて小山城にこのまま部隊を向けていきます。神原城にいる武田軍が駿府に攻めてくることは、まあ同盟を結んでいるのでありませんので、このまま小山城、掛川城と攻略を進めていきます。まあ、家康からすると、まあ、かつてのね、主筋にあたる今川ですけどもね、ここまで全く問題なく攻略進んでいます。このままこの小山城も力攻めで攻略できると思います。小山城攻略の後は残った最後の一つ掛川城ですね。ここにも軍を送り込んでいきたいというところですね。では小山城を落としましたので、残る最後の掛川城、ここに入っていきましょう。少し兵力衰えてきてですね、総兵数3400、当初出撃した時は6600を数えていたので、まあ、約半数になっていますけども、掛川城にこもる今川軍1400なので、まあ、なんとかね、このまま一気に攻め落としたいなというところですかね。まあ、総力戦になってますからね、こちらも。さあ、ここはイベント忠勝の偵察です。まあ、せっかくなので見ていきたいと思います。忠勝がおらん。物見に出る忠勝というところですかね。そうが、まだ新しいというのを忠勝はここで見破って敵が近いことを察したという、まあ、内容だったのかなというところですね。さあ、合戦とは少し離れますけども、駿河を取ったことによって財政の基盤が一気に強化できそうな状況になってます。まあ、お金はですね、軍備を整える上でもすごく重要になってくるので、まあ、この駿河、まあ、駿府取れたのは大きいですね。うつけの天下を望んでおるわ。さらに、まあ、結果論ですけども、神原城を武田軍が取ってくれたことによって、北条軍と隣り合わせにならずに済むっていう利点もあるんで、これもちょっと大きいかもしれないですね。ではじっくり時間をかけてこの掛川落としていきましょう。で、一応造園も出しておきたいと思います。まあ、確実に掛川城で、奪って今川を滅ぼしたいという意図ですが、そんな中交渉の申し出が来てますね。和睦をしたい、講和を結びたいという内容ですが、まあ、これは拒否しましょう。今川を残しておいてもいいことありませんからね。少し状況変わりますが、織田軍が美濃に、そして稲葉山城に迫っているという情報ですね。ここは丹羽長秀、まあ、これはね、織田家二番家老というふうに後に言われた丹羽長秀が斎藤軍を撃破しています。このまま行くとおそらく稲葉山城は織田のものになりそうですね。ちなみに一番家老、まあ、いわゆる筆頭家老ですね、筆頭家老と言われていたのが柴田勝家
2番家老が今ご紹介した三輪長秀ということになります。さて、信長からですね、兵を貸してくれ、援軍を送ってくれという依頼に対して援軍を送っていたんですけども、これもう少し貸しておいてほしいよというふうに言っています。まあ、信長の言うことには逆らえないというのはね、史実でもそうだったようですが、ゲーム上でも同じですね。ここはこのまま兵を貸しておきます。まあ、兵を貸しておいてもですね、掛川城は陥落させることができるんじゃないかなというふうに思いますので、陥落させていきましょう。はい、最後掛川城を忠次が落として今川滅亡させることができました。今回目標としていたところうまく達成できましたね。まあ、全員登用していきます。まあ、武将の数はですね、一人でも多く欲しいというところありますので、まあ、岡部、元信以外あまり使える武将いないかなと思うんですが、全員雇います。信虎はもう年齢74歳ですね。能力値申し分ないですが、まあ、寿命は近いのかなというふうに思われます。では今後の展望をまず見ておきましょう。まず邪魔くさいのがですね、まあ、なんといっても本願寺、これがね本当に邪魔なんですよね。まあ、とはいえだいぶ勢力を伸ばしたこの徳川軍ではありますけども、まあ、すでに四方をですね、武田、信長と、まあ、同盟国味方に囲まれている状態なので、ここはですね、都会して伊勢長島城を狙ってみたいなというふうに思っています。ですので一旦兵を休めた後にですね、次回は長島城攻略、これを少し考えていきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。